久保さんこの東横キッズって僕知らなかったんですけど、まあ、こういうのがあるんですね知らなくてで今キーワードで調べたら青白王子も5ヶ月前になんか動画撮ってますね88万回回してるじゃないですかこれアメバニュースも1年前でアメバニュースでも取り上げられてますねふん いろんなキーワードありますね。知らないキーワード。僕初めて知ったんですけど、横キッズって。すみません。2000万問題にしましょうか。<laughs> うみんな知ってると思いますけどね。2000万問題。<laughs> 2000万問題どうですか、はい、でも僕ね、2000万問題の一つの高い差があると思うんですよ。まあ、それは何かっていうと、何ですか、あのーまあ、新しいことをやるってことなんですよね。<laughs> まあそりゃそうですよね。 今まで通りのやり方だったら、老後、まあその就職先もそんな限られてくるし、今までの働き方、今までのお金の稼ぎ方だったらですよ、まあシルバー人材みたいなのもありますけども、その2000万を解消するためにお金を稼ぐ上で、今までのやり方だと結構きついじゃないですか。うん。だから新しいやり方を、まあ今はね、新しいやり方ができる環境があるわけなんで、 まあ、久保さんもね、まあ今、YouTube でこう喋ってますけども、多分70になっても喋れると思うんですよね。なんか病気、重い病気にかかって病院のベッドで、こう、酸素マスクつけてっていう状態じゃなければ、まあ体力使います、久保さん。この、なんか、話してるのに。<laughs> あんま使わないですよね。うん。でね、久保さんの熟成さんのなんか事例の中でも、なんか、お悩みを聞くだけで100万でしたっけ。はい。まあ、昔そういうここならみたいなのもなかったですから、 まあ今そういうところもあるし。ただまあ手段はいっぱい出てきたんで、その昔なかった手段を取ればいいんじゃないかなっていう、ただそれだけですね、うん。ただそれだけって言ったら、ただそれをやったら稼げるんですかっていうわけではないんですけど、まずは手段をあの探して取ることですよね。あとはそれをマスターすることなんですけど、昔はマスターしようと思ってもできないわけですからね。 2,000万問題の唯一の解決方法っていうのは自力で行く場合は新しい手段を取るっていうことしかないんじゃないかなとまあもう一つ大きな括りで言うならば、まあ、政治とかその保償の部分だったりとか国のルールを変えるっていうところはもちろんあるんだけどもそれはね不確定要素なのでどうなるか分かんないじゃないですかうんだからまあそこに望み希望を持つのも悪くはないけど不確定要素はあるよと まあどっちも不確定要素あるんだけどこっちの不確定要素って自分が頑張れば何とかなるんですけど自分が頑張ってもこっちの国のルールが変わるとか変わらないとかはねそれは結構きついですよねうんだから自分でその手段を勉強して習得してやっていくっていうのは自分次第っていうところがやっぱあるんでうんだからそのここならでお悩み相談でもお金もらえるんだっていうところを聞いてやってみるでマスターそのじゃあその多分いっぱいいると思うんですよライバル じゃあそのライバルとその選ばれてる人の差ってどこにあるんだろうとかね、まあ、研究してやればいいだろうし、まあ、それも結局自分がこうどれだけやるかというか自分次第かなっていうところですね。いてらってい